岩手県立岩井病院臨床工学技士の及川真子です。ただいま2年目で、出身大学部は北海道科学大学です。よろしくお願いします。臨床工学技士の業務について紹介していきます。まずはじめに、臨床工学技士とは人工呼吸器や人工心肺装置など患者さんの命に直結する生命維持管理装置の操作及び病院内で使用する医療機器全般の管理・保守を行っているものです。医療の知識と医療職の中では唯一の工学の知識を併せ持つ臨床工学技士は命のエンジニアとも呼ばれています。岩手県立病院は広大な県土に20病院、6診療センターで構成され、臨床工学技士は、その赤い星印で示されている基幹病院、9施設に57名が配属されています。私が勤務している病院は、一ノ関市にある岩井病院で、男性3名、女性3名の計6名が勤務しています。また、同じ両岸県域の千枚屋病院、大東病院、花泉診療センターも勤務しています。では、ここから臨床工学技士の日々の業務内容について紹介していきます。はじめは、血液浄化業務についてです。血液浄化療法とは、血中の不要または有害な物質、尿素窒素、アンモニア、エンドトキシンなど、病気の原因となるものを体の外へ除去する治療です。主に血液透析をメインに行っていますが、血小吸着や血小交換などといったアフェレシス療法も行っています。右の写真は血小交換で装置の操作をしているところです。行う業務として、プライミングの実施、全身の時の装置側の補助、献血の実施、また血液透析をするにあたって重要な水質の検査や透析装置の管理も行っています。次に、心血管カテーテル業務についてです。冠動脈や左心経、右心経の造影、圧波計などの検査並びに心筋梗塞の原因となる冠動脈の狭窄をステントやバルーンで広げる治療です。この治療において患者さんのバイタル、特に心電図の変化が重要であるため、ポリグラフの準備や操作、超音波で血管の太さや状態を観察する血管内超音波装置 IPAS の操作をしています。さらにコロナウイルスで話題となった ECMO などといった循環不全で血圧が保てない場合に使用する補助循環装置の操作や管理、また治療で使用するステントやバルーンなどの物品の管理も私たち臨床工学技士が行っています。次に、植え込み型心臓電気デバイス業務についてです。植え込み型心臓電気デバイスとは、静脈による息切れや失神などを治療するペースメーカーや、自主的不整脈、心室細動、心室頻拍を治療する植え込み型除細動器 ICD、心臓のポンプ機能の改善を図る心臓細動器療法 CRT などがあり、それらを臨床工学技士が管理しています。行う業務として、植え込みまたは交換の準備や、設定を変更させることのできるプログラマーの操作、リードや本体など使用する物品の管理も行っています。また、植え込み型心臓電気デバイスを持つ患者さんに対して、リードが切れていないか、バッテリーが少なくなっていないかなどチェックする外来も定期的に行っています。ここでちょっと休憩としまして、休日の過ごし方について紹介します。
働く前までは1年目は休みがあまり取れないと思っていましたが、そんなことはありませんでした。有給休暇も5日は必ず取ることができ、夏季休暇も先輩と同じ日数もらえます。私は北海道の大学に行っていたので、友達に会いに札幌に行ったり、プロ野球が好きなので東京ドームに見に行ったり、USJ へ遊びに行ったりと、いろいろなところへ旅行を行く時間が十分にあり、楽しい1年目を過ごしました。戻りまして、人工呼吸器業務についてです。人工呼吸器とは、肺の状態が悪く、肺を休ませたいときや、自力で呼吸ができない場合に、患者さんの代わりに呼吸の代行、並びに呼吸の補助を行っている機械です。人工呼吸器もコロナウイルスで話題となりましたが、臨床工学技師も深く関わっています。どんなことをしているのかというと、回路を組んだりしてすぐに使える状態にする事業点検。人工呼吸器を使っている患者さんのところへ毎日行き、患者さんの状態と呼吸器の設定を確認する動作中点検。使い終わった後に問題がないかを見る就業点検。定期点検も行っています。次に手術室業務についてです。手術室には麻酔器、電気メスなど数多くの医療機器があり、それらの管理・保守を行っています。また、心臓、当院では行っていませんが、心臓の手術をするために心臓と肺の役割を代行する人工心肺装置の操作も行っています。他にも手術中に出血した血液を回収し、きれいに洗って患者さんに戻す自己血回収装置の操作。右の写真がその様子です。また、腹腔鏡下術では お腹を膨らます起伏装置や抗原装置を使うため、そのセッティングを行うなど、手術室の業は他にもたくさんあります。続いて植え込み。最後に医療機器管理業務についてです。安全に医療機器を使用できるように適切な保守管理を行い、正しく医療機器を使用してもらうため、院内スタッフへの教育をしています。約2000台の医療機器を管理しており、輸液ポンプやシリンジポンプなどの貸し出しの運営も行っています。貸し出す前に異常ないかを見る事業点検、返却された機械が次使えるように汚れを拭いたり、問題がないかを確認する就業点検、また事業点検、就業点検ではしていないより細かな点検も定期点検で行っています。さらにバッテリーの交換などといった簡単な修理は、臨床工学技師が行い、できないものは外部へ依頼する外部への修理の窓口にもなっています。ここまで私の勤務する病院を中心に業務を紹介しましたが、臨床工学技師は本当に様々な業分野で活躍しています。ここで私がどうして県立病院を就職先に選んだのかについてお話しします。一番の大きな理由は、1年目からでも様々な業務ができることです。この業務は3年目からしかやらせてもらえなどと制限がある病院も少なくはなかったので、1年目からでも今回紹介したようなさまざまな業務ができるというのはなかなかないと思います。慣れるまで、または覚えるまでは必ず先輩が隣で教えてくれるので、1年目からでも安心して業務ができます。2つ目の理由は、他の病院よりも先輩が多く、仕事の悩みがあったときなど、アドバイスや意見を多くもらえるところもいいなと思いました。3つ目は、転勤でいろいろな地域に住めることです。地元以外の地域にも住んでみたかったので、転勤のある県立病院を選びました。最後に、県立病院の臨床工学技師の歓迎会や勉強会など1年を通して様々なイベントがあります。日々の業務外でもスキルアップできる機会があり、楽しく充実した生活を送ることができます。
県立病院で一緒に働きませんか。お待ちしてます。